うまく説明できていたかわからないんですけど、多分そういうのが涙となって現れて、そうですね、小学生の時から芸能活動を始めてまして、小中高と芸能のお仕事と学業の両立といった感じで二足のわらじの生活を物心ついた時からずっとしてたんですけど、割となんだろうな、学生生活をおろそかではないですけど、もうちょっとちゃんとしたかったなって高校の途中で思ったので、今からでも遅くないなということで、一回芸能を休業して学校生活に専念して、放課後みんなと遊んでみたり、アルバイトしてみたり、就職してみたりして正社員になったりとか、これやりたいなって思ったことは基本的にチャレンジしてきて全部達成してきていたはずなんですけども、なんか違うなっていうのがずっと心のどこかにありまして、この物足りなさって一体何なんだろうって考えた時に、やっぱり私はこう人前に立ったりとか何か結果を出すために緊張感を味わったりプレッシャーを感じたりすることが好きなんだなっていうふうに気づいて、またAV 女優という形で人前に出るお仕事に戻ってきたわけなんですけども、まあこの仕事する前までは至って普通の女の子として、結婚もして出産もして、女性としてのなんだろう、一つの通過点みたいなものも超えて、でも物足りなさを感じてこの仕事に飛び込んだっていう感じですね。ファンの方に対してはもう本当に感謝しかなくって、っていうのも、私もともと芸能活動をしていた頃は直接ファンの方と触れ合う機会っていうのは全くなかったんですね。で当時 SNS もないですし、ファンクラブもなかったし、私自身この AV 女優というお仕事についてから初めて、あ、私はこんなにたくさんの人に応援していただいているんだとか、直接目を見てお話しして、いつも応援してくださってありがとうございますとか、そういう風にお会いする機会をファンの方といただけているっていうことがまず一つとっても幸せなことで、どんな結果であれってずっと離れずについてきてくださったファンの方もいますし、新しく私を見つけてくださって応援してくれるようになった方だったり、もちろんデビューからずっと見守ってくださっている方だったり、ずっと私のそばにいてくれるファンの人たちを私はこの先もずっと大切に大切に守っていきたいなっていうふうに思ってます。で、人間関係なんですけども、そうですね、まあ SOD さんでずっと専属としてデビューから今日までやらせていただいて、卒業作品まで撮っていただいている中で、 SOD スターでいる間だけでもたくさんの人間関係がありました。もちろんメーカーさん、営業さん、スタッフさんもそうですし、素晴らしい女優さんたちとの出会いもたくさんありました。今もですね、プライベートで仲良くしていただいてたりとか、やっぱ SOD は女優さん全員でお祭りごとのように合同でイベントをすることが年に何回もあって、もうその時毎回思うんですよね、あ、本当に SOD 良かったなって。私はSOD を実家と呼んでいるので、本当にそんな感じ、親戚のような距離の近さがあります。もう作品もものすごい数出させていただきまして、毎月のリリースはもちろんですけども、ナチュラルハイさんとコラボしたり、ダンディさんとコラボしたり、共演をもしたことありますし、もう本当にいろんな作品を出させていただいて、やっぱりデビューしてから最初の方はもう右も左も分からずに、毎回どうしようどうしようってなっていて、今も撮影の前日は眠れないんですけど、それぐらいやっぱ緊張するもので、何本撮ってもそれは変わらなくって、どん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 一つ一つの作品に対する自分のできるできないだったりとか、得意不得意だったりとかが明確になってきて、すごいもう落ち込んだりとかした現場で作品もありますし、あ、もう今日は出し切った、これ以上できないっていうぐらい達成感になった現場もありますし、私という一人の人間が画面の中で皆さんにどう映ってるのかっていうのを、この話を聞いた上でまた見返してもらえると、より近い距離に感じていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひデビューから
卒業までたくさんの作品があるんですけど、皆さんのお気に入りを見つけていただくとともに、白石麻里奈としての AV 人生を一緒に振り返っていただければ幸いです。2日間で撮ったんですが、1日目はもうずっと朝から晩までイメージだったりとか写真だったりとかをずっと撮ってて、あれ今日もしかして何もないのかなって思ったんですね。で、なんだかちょっとリラックスなんてしてしまって、で寒い時期だったんです。1月の末に撮っていて、しかもちょっと寒いところに行っていてだったんですけど、体冷えただろうからお風呂にでも浸かったらって言っていただいて、なんて優しいスタッフさんなのと思って、あ、じゃあお言葉に甘えてって言ってお風呂に浸かって、あー、あったかいなって言って出てお着替えして、で、またインタビューですって言われて、はいってインタビューしてたら、ベッドの下から私の記念すべき初絡みの男優さんがブリーフ一丁現れるっていうのが私の初めてのデビュー作での絡みだったんですけど、もう本当に気づかなくって、もうなんならちょっと現れてからも喋り続けてたぐらいで、このレンズにチラチラね、なんかこう影が入るんですよ、私の後ろあたりに。うーんと思って、まあ、気にしてなかったんですけど、なんかパッてぬくもりを感じたら、もうすぐもう目と鼻の先にいらっしゃって、えーみたいな。で、そのままだったので、あの時はこれが人生で初めて味わったんですけど、これが頭真っ白って言うんだって思いました。で、1日目が終わって、今日の撮影どうでしたかって喋ってたら、なんか涙がポロ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 こぼれてきちゃって、っていうのはもうやっぱ本当にデビュー作の撮影前って、多分どの女優さんもそうだと思うんですけど、あんまり AV 女優になるっていう実感なく撮影に入るんですよね。で、撮ってから発売までも間が空きますし、その間の PR の活動とかを通して徐々に実感していくっていう、私はそのタイプだったんですが、あ、もう1本目が撮り終わったんだと、これが何ヶ月後かには世に出るんだって、初めてそこできちんと覚悟したっていう感じで、なんだろうな、いろんな感情がありました。撮影が無事に終わって嬉しかったとか、すごい気持ちよかったとか、これが発売されて私はどんな風にみんなに見られるんだろうとか、いろんな感情が入り混じって、うまく説明できていたかわからないんですけど、多分そういうのが涙となって現れて、でも私はこれから AV 女優としてやっていくんだっていう覚悟の部分が一番強くって、感情がすごくブワーってなって泣いちゃっただけであって、あれは全然マイナスの涙じゃなくて、むしろすごくポジティブな涙で、そういう風にデビュー作の撮影を締めくくることができたっていうのも、私がこれだけ長く女優さんをやらせていただけている理由の一つなので、私にとって AV 女優白石麻里奈のデビュー作っていうのは本当にかけがえのない作品になってます。これで残っている出来事めちゃめちゃあるんですけど、普段はなんか、あ、いいよいいよみたいな、もうみんな全然私のことなんか気にしないでいいよっていう感じで振る舞ってるんですけど、いざこうなんか営業さんとかスタッフさんと二人きりになった時に、ノミディーありがとうねみたいに言われるのがすっごい嬉しくって、もうその一言があるだけで私すごい頑張れちゃうし、すっごい喜んじゃうし、もうすっごい幸せな気分になるんですね。なので、皆さん本当に私のことを内部まで理解してくださっていて、よく見てくれてるし、なんか全然お仕事と関係ないプライベートな部分で、例えばいいことがあったりとかしてもすぐ気づかれるし、ちょっと落ち込むことがあってもやっぱすぐ気づかれるし、本当に家族のような距離感でずっと私を見ててくださって、時にはお叱りもいただきましたし、時にはすごく甘やかしてもらったり、ご飯に連れてってもらったり、お誕生日のプレゼントをいただいたりとかも、すっごく大事に、すっごく可愛がって今日まで育てていただいたので、私としてはなんかもっと恩返ししたかったなって思うし、私にもっとできたことがあるんじゃなかったかなって、まあ、たらればみたいになっちゃいますけど、SOリスタを卒業するわけなんですけど、卒業した後って皆さんもうそれっきりだと思われますか？例えば、じゃあ中学校、
高校卒業しました。卒業したからって永遠の別れではないですよね。またどこかできっと会えますよね。今もつながってるお友達関係、ご友人、先生、先輩、後輩関係あると思います。私もあります。なので今回卒業はしますけど、もう永遠のさよならではないです。また必ず会えますし、みんなまたどこかで私のことを見つけてくれると思ってます。みんなに見てもらえるような場所に私はまだいたいなって思ってます。いざ私もその卒業っていう立場に今なっていて、正直まだ今の段階では実感がそんなにないんですけど、こうやって卒業で、じゃあ今までを振り返ってみてくださいって言われて、ちょっとずつちょっとずつ感じてきてはいます。でもここで教えてもらった人間関係だったり、信頼関係だったり、お仕事への取り組む姿勢だったりとかは、もう人として成長させていただくための大事なピースだったと思うので、 SOD で学んだことはこの先の私の AV 女優人生でも、普通に一人の女性としての生き方の一つとしても大事にあり続けていけるように、ちゃんと忘れずにこれからもやっていきたいなと思います。本当に寂しいし、時間を戻したいですけど、でも私は卒業を決めましたので、この卒業した後の白石麻里奈のことも、もしよかったらこう頭の片隅に入れていただいて、たまには思い出していただいて、マリリンまだまだ頑張ってるんだなっていう風にみんなに思ってもらえるように、みんなの目の届くところでこれからもお仕事頑張っていきたいなと思ってますので、これがさよならじゃないよっていうことだけ強くお伝えします。私4年ぶりぐらいに屋上を登りました。全然違う。いやー、ここしっくり来ちゃった。なんかこんな風に屋上からこの街の景色見たことなかったです。ヘルメットみたいになってる。そうなんですよ。今日かわいいよ。お疲れ様です。お疲れ様です。またね。おはようございます。このエリアはデマンドのティッシュがこうわーって飾られてたんですよ。多分そのエントランス見たことある人いるし、あのデマンドのパチンコ前の見てた人とかだったらあーってなってると思う。みんなで社員の格好してエントランスでお疲れ様ですみたいな、あれも楽しかったな。